はい、今回は吉谷さんから「僕のカリキュラム」というねタイトルでいただきました。私はですね、今回一つの問いかけをしようと思うんですよ。それはですね、あなたは一体何のプロフェッショナルなんですかってことですよね。10代とかまだ20歳前後だったら別ですけども、いわゆるね30代とか40代になって自分はこれのプロですって言えるものがやっぱり一つぐらい欲しいなと思うんですよ。で、今度必要になってくるのがこのプロの概念です。人に言わせればね、1円でも稼いだらプロだよって言いますけども、そんなわけないと思いますよ。1円稼いでプロだったら小学生だって何かのプロになっちゃいますよ。もちろんそのプロ意識を持つのは別に悪いことじゃないですけども、社会的に客観的に見て1円しか稼いでない人をあなたはプロって認められますかって言ったら、いやプロなのかなと思っちゃいませんか。だから超自己肯定なんですよ、これ。1円でも稼いだらプロなんだっていうふうな意識を持つのは別に悪いことじゃないですよ。悪いことじゃないんですけども、私のプロの定義っていうのは何かっていうとね、いくらそれをやっても苦痛に感じないことだと思うんですよね。例えば私、吉谷さんと一緒に YouTube を毎日作ってますけども、苦痛感じてないんですよ。異常だと思いませんか。1日に数十本とかね、多い時は100本に迫る勢いの動画を撮ってアップロードしてるんですよ。もうずっとパソコンでアップロードみたいな感じで、 YouTube からしてみたらね、またこいつのアカウントから上がってきたみたいな感じですね。無数にどんだけサーバー使うんだよって感じです。でも私も吉谷さんも苦痛感じてないんですよ。もちろんね、やりすぎて睡眠時間がなくなって、うわ眠くなってきたみたいな苦痛はありますよ。でも YouTube のアップロード本当に嫌だったら次の日やってないですからね。でもずーっとやってますよね。ずーっと。だからこれがプロだと思うんですよ。これね、ギャラがもらえるもらえないにかかわらず、この作業ってのはもう止まらないと思うんですよね。でも多くの方は例えばね、今たまたま働いてる世界の業界の何か作業が自分のプロなんだって思いますけども、苦痛を感じてますよね。休日にやったーと思いますよね。早くこんな仕事から足洗いたいなと思いますよね。私は吉谷さんってのは死ぬ直前までこれ YouTube やってますからね。もちろん YouTube が先に潰れる可能性ありますよ。そのぐらいですよ、もう。だからこれがね、プロ意識なんではないかなって私は思ってますけども、皆さんは何をもってプロと判断するのかなっていうような、こんなね、問いかけの動画でございました。吉谷さんはどういうふうに思われますか？その他、視聴者さんで感じるプロの概念というものがあったら、ぜひね、お聞かせいただきたいと思います。もちろん、正解や不正解決めるものではなくて、いろんな考え方があるんだなっていうふうな確認のその程度でございますんでね、特にここでね、何かをジャッジするってことはありません。よろしくお願いします。